はいどうも、トシです。イェイイェイのイェイ。今日はですね、エンシェルズカラーバターの、ブルー全色を染め比べたウィッグを、そのままですね、これブリーチかけちゃおうと思います。はい、こんな感じでブルーが全色入ってます。はい、ブルー全色入ってるんですけど、これをですね、まずはこんな感じの色で、はい、過去の動画で公開させていただいてます。はい、これにしたい方いらっしゃったら、過去の動画見ていただけると、この色の作り方ですね、はい、ご紹介させていただいてます。どれもすごい非常にブルー全色ですね。これがはい、綺麗に色入ってますんで、はい、ブルーにしたい、まあこの色を気に入った方なんかは過去の動画見てください。はい、さらに今回はですね、これに対してブリーチをしていこうと思います。はい、はい、それではですね、今塗り終わりました。イェイイェイのイェイ。はい、注意点なんですけど、根元には地肌にはつけないようにしてください。頭皮はギリギリです。頭皮ギリギリにつけてあげてください。はい、地肌にはべったりつけないようにしてください。はい、で根元から毛先までこのように均一に、まあ毛先の方若干たっぷりめ、はい、に塗ってあげることがポイントになります。根元から毛先まで均一、頭皮にはつけない。はい、あとはよく濡らしてスムーズにバンバン塗っていくっていうことが非常に重要な、ブリーチをする上で重要なポイントになりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、なんか色なんですけど、結構色今ブリーチしたら抜けてきてます。抜けてきてます。だいぶ抜けてきてます。ブルー結構ガッツリ入ってたんでどうかななんて思ってるんですけど、はい、結構濡れてきて、抜けてきてますんで、ぜひ最後までご視聴いただいて、ほうほう、こんぐらい抜けるんだとか何かの参考にしてみていただけると非常に嬉しいです。はい、はい、それではですね、今流してきました。はい、シャンプーしてトリートメントして仕上げました。はい、いかがでしょうか。まあこうパッと見いかがですか。まあ、ブリーチ抜けてるんじゃないですか。はい、かなり抜けたなという手応えです。はい、で使ってたブルーの色なんですけど、こちらのキャンディーブルーですね、順番にいきます。キャンディーブルー、サファイアブルー、サファイアブルーで、こちらですね、ネイビーブルー、ネイビーブルーので、こちらが、オーシャンブルーで染められてました。しかも結構色入ってましたよね。ブリーチした上から色入れてました。はい、の色がさらにブリーチを加え、上から色気に入んなかったなー、いまいちだったなーっていう人とか、あ、なんかちょっといまいちっていう時に上からブリーチをするとこのぐらい色が抜けます。はい、ではちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まあそんな一個一個見なくても普通に綺麗に抜けてるなーって、全体的に綺麗に抜けてるんですけど、まあオーシャンブルー、まず綺麗に抜けてます。はい、で隣なんですけど、サファイアブルー、これもまあ綺麗に抜けてるんじゃないですかね。はい、で隣のネイビーブルーですかね。ここネイビーブルーです。ここだけちょっと赤みが残るかなと、ちょっと赤み残ってますよね。はい、ネイビーブルーだけちょっと赤残るなと。はい、でこちらの、オーシャンブルー、オーシャンブルーもまあ色を綺麗に抜けてます。はい、やっぱりこのネイビーブルーですね、ここだけちょっと色赤み残るなと。はいはい、まあ、あえて言うならなんですけど、ネイビーブルーですね、ネイビーブルー。はい、すいません、失礼しました。ちょうどこの辺ですね。はい、ちょうどこの辺の、ネイビーブルーで染めてあった、この辺ですね。はい、ネイビーブルーで染めてあったところだけ、ちょっと赤みが残るかなというだけで、それ以外は基本的にもう、ブルーで失敗してもブリーチ上からかぶせれば、まあ、結構綺麗なまた色、はい、いかがですか。はい、綺麗に、はい、まあ、この辺だけこのネイビーブルーのとこだけちょっと赤み残ってんなとは、はい、思うんですけど、はい、全色綺麗、まあもう全色綺麗に色が抜けるというところでほぼほぼ間違いないと思いますんで、まあこの状態ですよね。自分自身がブルー使ったとしてもすごい黒髪に使ってはまた違うだろうし、ある程度今回は色が、抜けてる、色がもう抜けてて
上から被して結構色グリーン味が出てましたよね。はい、ブルーで染めたけどグリーン味が出てる毛に対して上からブリーチをするとこのぐらい抜けるっていうところで、いろんな動画僕公開させていただいてるんで、そのご本人の状態ですね、これ本当に大事です。自分自身の状態に合った動画を見ていただいた方がもう間違いないんで、私みたいな安易な考えでやっちゃうと、もう本当に私これ、見たけどこうだったみたいな感じでやるよりは、もう本当に自分自身の状態に近い動画を見ていただいてやればもうほぼ間違いないんで、はい、自分自身のこう状態、これだけはもう特に注意してください。はい、今回はですね、はい、成功というところでもうほぼほぼ綺麗に染まってます。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いします。イエイのイエイ。はい、ではブルーこんな感じでした。全部まあ綺麗に染まってます。はい、いい感じです。イエイのイエイ、ありがとうございます。